大田区役所大田区役所大田区役所は特別地方公共団体である大田区の役所及びその組織が入る施設である。現在の大田区役所本庁舎敷地は国鉄時代の蒲田駅に扱い場所跡地である。1987年国鉄生産事業団による不要財産処分が行われ当原社が所有権を取得した。当原社は 商業ビル建設を計画し1992年、完工したが、その後のバブル景気崩壊により陶芸者が倒産したため区内機関駅の隣に未使用のまま無人ビルとして放置されることとなった。その後、当時中央二丁目にあった大田区役所が、かねてから交通アクセスの不便さと本庁舎建て替え問題が浮上しこの無人ビルが新庁舎候補となった。当時、 このビル購入には駅地下なのでアクセスが良くなる床面積が広くなるので分散している部署が集約できると賛成意見と200億円以上の税金投入となる行政による重前救済である党反対意見の両論があり住民投票請求が行われたが大田区議会はこれを否決し最終的には2票差で購入案を可決した。 これにより1996年をオータクがこのビルを購入し、大規模改修の後1998年移転が行われた。ありがとうございます。